映画事故をご覧の皆さん今、えーはい、回は、えー、ヒュー・ジャックマン主演の「グレイテスト・ショーマン」についてお話しします。と、はい、いうことでこんな格好をしていますが、はいえー、この映画はですね「グレイテスト・ショーマン」「偉大なるショーマン」「ショーマン」って何でしょうね、はいえー、これ見世物師という意味なんですよ実際は。でえーこの 主人公は P.T. バーナムという人物で1810年に生まれて1891年に死んでいるんですけれどもこの人はですね何が有名かというと一番有名なのはサーカスの座長だったんですねそのサーカスはですね地上最大のショーというのを売り文句にしてたんですよ。で 映画になりまして1952年に「地上最大のショー」というそのままの映画になりましてこれアカデミー作品賞を取っていますセシル・ビー・デミルという、まあ、見せ物的な大作を作る監督が監督したんですがこの「地上最大のショー」という映画はアカデミー史上最悪の作品と言われています、はい <laughs> まあ、とにかくバカバカしい映画なんですけれども、はい、でそれをですねヒュー・ジャックマンが演じるという映画なんですねで えー、なぜこの映画が作られたかって話をしますとまず最初にですね2009年にアカデミー賞授賞式の時にヒュー・ジャックマンが司会をしたんですけれどもそれこそ歌って踊ってもう何でもできるすごいショーマンであるところを、えー、示したわけです。でそれを見た映画関係者の人たちがあなんだ彼使ってミュージカルなんで作らないんだろうということでヒュー・ジャックマンありきで企画されたのはこのグレイテストショーマンなんですね。はい でえー、この映画ですね実はロッテントメイトっていうですね、えー、アメリカ中の映画批評家の映画批評家とか新聞とか雑誌ありとあらゆるところに出た映画批評を集めて、えー、褒めてるけなしてるでもって、えー、どっちが多いかというふうにする、まあ、サイトがあるんですがそこでもう最悪の。 もうこれはダメだというふうに批評家から叩かれました、えー、ところが蓋を開けてみたら大ヒットだったんですね、はい、でどうしてそういう事態が起こったのかという話を中心にしていきますはい、えー、でこれ監督はですねマイケル・グレーシーって人なんですけどもこの人は実は人、えー、人物のの演出の経験がほとんどない人です、えー、コンピューターグラフィックスであるとかデジタルの、まあ、SFX をする人なんですよで この映画はまずほとんどのシーンがデジタルで作られたその1800年代のアメリカなんですねでほとんどグリーンバックの前で演技をしていますはいだからまずその SFX ありきの企画だったんでどうもうまくいかなかったんですよで途中で名前を隠してあのジェームス・マンゴールドというあのヒュー・ジャックマンと一緒にあのウルヴァリンシリーズを撮ってるローガンとか撮ってる監督がまあ こっそり借り出されて取、えー、り直しとか取り出しをしています。はい。で脚本はジェニービックスという人なんですが、この人はセックサンザシティの脚本家の人で、えー、まあ雇われてこれをやったんですが、これもちょっとうまくいかなかったんですよ。でうまくいかなかったんで、あのまあアカデミー賞受賞者のビルコンドンが呼ばれてシナリオをかなり直しています。はい、えー。でですね、だから結構いろいろガタガタなところがあったりした映画ではあるんですね。 はい、でただ映画批評家にめちゃくちゃに叩かれた理由っていうのは最大の理由はですね、えー、この P.T. バーナムという人の歴史的な事実をねじ曲げていてであったはずのことを描いていない、えー、それでまあなかったことを作っているということなんですよ。でこの映画ですねあの基本的な,なんというか、えー、軸は キュージャックマふんする PT バーナムなんですけれどもそれと並行してですね、えー、彼のビジネスパートナーとなるそのザック・エフロンと、えー、空中ブランコ乗りの、えー、ゼンデイヤちゃんのまあ人種を超えた白人と、まあ、黒人の、えー、ラブストーリーが進むんですよね。はい、ちなみにこのゼンデイヤちゃんはうちの僕の住んでる近所の,あの大スターですよオークランド出身で。ス、えー、スパイダーーマンンのホームカミングでクラスに の中で一人外れて、えー、なんかみんなをバカにするようなことを言ってる昔の金八先生の三原純子みたいなキャラクターやってましたけどもほとんど CG なんですけど彼女だけはすごくて空中ブランコは全部自分でやるって言って空中ブランコだけは全部全大が本当にやってますねこれあのメイキング見るとほ、ねはいえー、他の人はみんな CG でごまかしてるのにね、はい <laughs> 偉い人ですけども。はい、でこの二人が まあ、白人と黒人で付き合ってるってことでいろんな偏見さらされてれザック・エフロもそれに負けそうになったりするっていう部分が、えー、サブストーリーで進みます。でいい話だなと思うんですよね。でもすごく変なんですよこの映画。そのドタバタがあるのって1865年なんですよ実際。博物館アメリカン博物館っていうのを、まあ、バーナムが建ててその博物館を炎上するまでの。 炎上してサーカスを始めるまでの話ですねこの物語は。で人種問題がいろいろあって白人と黒人うんぬんっていうのはあってそれが1865年に起こったことになってますこのドラマでは。なんかおかしいですよこれ。1865年って何があったかわかる人アメリカ1 8 6 5年はい南北戦争ですよ。 奴隷解放の戦いが起こっている真っ最中なんですけど、誰も南北戦争の話しないんですよ。この映画奴隷を救わなきゃいけないんだって。話を誰もしないんですよ。人種問題について誰も語らないんですよ。南北戦争について。ありえないですよ。これ！南北戦争の話を入れると、ややこしくなっちゃうっていうか。まあ、あのそこまで踏み入れる。ことができなかったんですね。脚本がだからすごく変な。 変な話になっちゃってますはい。バーナムは自分のことを宣伝のシェイクスピアっていう風うに呼んでたんですよで、どんなゴミでも俺,俺は売ることができるよという人だったんですねで、そこがすごく重要でこの映画の中で一番隠されている部分っていうのは何かというと全ては、えー、このバーナムはですねある一人の 黒人の奴隷のおばあさんを買ってきて奴隷だか買買えるわけですね買って,きて、えー、そのこの黒人のおばあさんは実は160歳を超えていて、えー、初代大統領ジョージ・ワシントンの乳母だったんだよっていう嘘っぱちを宣伝して大儲けをしたのが一番最初の見せ物なんですよ彼の。そこでお金を作って少しずつ大きくしていた行ったんですけどもその こと自体があまりにもひどいことなのでこの映画の中ではなかったことになってしまってるんですよでもアメリカにおいてバーナムが一番有名なのはその黒人のおばあさんを160歳だと言って売った後にこの新聞社がニューヨーク・ヘラルドがそれは絶対に嘘だと言ったんで嘘でないことを証明するよって言って何をしたと思います このおばあさん亡くなったんですよ。公開解剖したんですよ。人としてどうなの？で解剖して、お医者さんがいやこの人普通に健80歳ぐらいの人だと思いますっていう検視報告をしたときに、みんなの前でバーナムはえっそうなんだ騙されたなって言ったんですよ。<laughs> お前だよっていう。ドラマにできなかったんですよ。 でも実はバーナムのこのミュージカルっていうのはすでにバーナムっていうミュージカルがあってえ最近まあ上演されてるようなものでそっちはそれをやってるんですよ。ところがこちらの方はやっぱりもうちょっと広いお客さんに見てもらいたいというのとそのバーナムっていう人がそういうひどい人だと思われてしまうとヒュージャックマンにはちょっとつらいかなと、ね、いうところでそれ切っちゃってるんですね。はい